全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。出遅れは内歯間ブラシ。まずは先行争い、6番ネプーザすっと前に持ち出しました。17番モムサップ譲りません。9番ミレニアムマシリカ好位をキープ。8番プラチナムセレブル好位につけています。各馬第1コーナーをカーブしていきます。続きまして13番トーマンエーマス、5番スカーレットキング好位につけています。小馬身相手14番サッカーシャトル、16番サクラナイス、18番レッシュ、この辺りが中段。続きまして15番ごめんなさい、内から7番伊達のソバージュ、これから向こう上面に入ります。内から4番ヒロノタピオカ、少し差が開いて11番ジョイユリカ、3馬身相手3番騎士さんオレンジ。 1000m の通過タイムは1分0秒0。1馬身相手1番アイアンワッサン、続きまして10番イットウセサウンド、内押さえて12番ダノンプレミアム、離されて最後方2番歯間ブラシ。各馬冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで20馬身以上、主導権は6番レッグーザ、後ろに17番モムサック、13番トーマンエーマス好位をキープ。18頭大欅の向こうを通過、内から9番ミレニアムマシリカ、内から5番スカーレットキング、その外8番プラチナムセレブル。長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線勝負、レッグーザまだまだ先頭、400を切って先頭レッグーザ、その後トーマンエーマス、モグサック突っ込んでくる、モグサックわずかに先頭か、ミレニアムマシリカ差を詰める、残り200を切った、逃げる逃げる、ミレニアムマシリカトーマンエーマス懸命に追うが、ミレニアムマシリカ先頭で合理、勝ったのはミレニアムマシリカ、鞍上は海老名正義騎手。ミレニアムマシリカブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着トーマンエーマス、その後3着スカーレットキング、